はい。久々に、最近忙しかったから、久々に、マネちゃんとお話ししました。なんだあのマネージャーは。びっくりしたぞ。ほっ。いや、かわいい。かった。すごい。また緊急みたいな感じさ、連絡が来てさ、ポルカさん、ポルカさん、どうしたのどうしたのどうしたのなんかあった、いや、シェアハピしたいことがあるんですよ。シェアハピですか、シェアハピっていう単語また使ってるなって思いながら、今日はですね、ポルカさん、冷凍うどんって知ってますか。いや、知っとるわ。冷凍うどん。あれね、生姜入れるとめちゃくちゃ美味しいんですよって言われて。今までうどんに生姜入れたことなかったのかな、この子。かわいいな、お前ってなって。なんかね、うぬぼれかもしれないけどさ、自分になんか似てきた。もうちょっとなんかね、もっとなんだろう、最初の印象としてはなんか仕事が命ですみたいな感じだったのに、なんか最近ちょっといい意味で砕けてきたというか、まあポルカとの距離が縮まったのかもしれないけど、まさかそんなことをシェアハピされるとは。入れたことないのかもしれない。生姜を初めて食べたのかもしれない。もしかして。薬味って知らなかったのかもしれない。かわいいね。びっくりしちゃった。だから、この前のシェアハピがさ、なんだっけ。なんかまた違う、全然違う話だったから。もう、次のシェアハピ何がされるんだろうって。ちょっと気になって。あ、そう。ネイルとかね。ネイル可愛いのしてきたりとかね。うん。あるんだよ、いろいろ。マネちゃんエピソード。ショガハピ？ショガハピ？ショガハピはもう、なんだよ、それ。まあ、そんな可愛い話でした。はい。そのシェアハピしてみただけなのに。私に合わせてくれてる？逆にマレちゃんが。本当はすげえ有能なのに、ポルカと喋るときだけなんか、やばい。そういえば、ポルカさんってなんか、もっとなんか、バカな感じで言った方がいいのかなって言って、すげえ、実は作詞だったり。それはありやな。それ全然燃えるからいいよ。そういうなんか、二面性がある子も好きだから、まあいいよいいよ。うん。なんか、忙しそうにしてるから、じゃあ通話切るね、つって、って言って通話切ったら、なんか5分後とかに通話がかかってくるからね。どういうこと？忙しそうだったのに。なんか最後、ポレカがちょっと冷たい態度で、もう大丈夫だから、いいよ。心配しないで、やってるから。はい、つって切って、って切られちゃって、なんか急に、んミーティングだかが入ったみたいで、呼び出されちゃって、通話切らなくちゃいけなくなった時に、その後また通話がすぐかかってきて、いやもうミーティングだったんですけど、ポルカさんがさっきあの言いかけたっていうか、最後のあのなんか最後のそういう感じはなんかドキドキしちゃって、なんか全然入って頭に来なかった。仕事しろい気になっちゃって全然お話に頭が入らなくって知らんがな。もうお前は本当に可愛いな。大丈夫だったかな、さっきのってグッとコミュニケーションだったかなって、多分あっちも悩んでたんだと思う。うん、面白かったそれ。いや本当にね、お働きになってくれるし、何してもちゃんといいですねみたいな感じで褒めてくれるからね。でもなんか、なんだろう、最近なんか、甘やかしすぎじゃないって言ったら、じゃあ今日はちょっと厳しくしますからね
うん、寝てくださいって言われて、はーい、あんまり迫力ないなって思いながら、ちゃんとお休みは取ってください、ほーい。マネちゃんなりの厳しさだったらしいです。